よ先に言っとくが、俺はパーフェクトだぜ。頼むな、頼む。今日は、ナッパー。その辺にしてきな。ゆっくり寝てな。Let's go!
まばたきする暇はないぜ。あたしの拳はね。その辺にしときな。俺を本気にさせたのはミステイクだったな。
俺はパーフェクトだぜ。俺を本気にさせたのはミステイクだった。俺を本気にさせたのはミステイクだったな。また後でね。教えてください。私はあなたの敵ですか？Go! Let's go!
やめときゃよかったのに。Thank you.
This is winning. リセットっていう形ができませんので、先鋒戦終わったら、まあ、対象戦になるときに、対象の方が乱入して殺していただくか、CPU に殺されるか、どちらかでお願いいたします。センスが違うんだな。センス。というわけですね、本日参加9チームということで、1位通過で、なおかつ、行っていきますので、A 拠点の方で、第1ブロックの、まあ、A ブロックですねをやってまして、B 拠点の方で、B ブロックの方を決めていくという形になると思います。現在、決勝台、アプリコットの方にも、配信の方にも出ている方が、さあお前の罪を数えるチーム、と DC さんとケダコさんのチームの、対処戦、そして、マイハイスラーが中断だったとはどのどのどのチームが、MSY さんのジョニーとまで、さあお前の罪を数えるチームがワンピーガー。先鋒戦は DC さんとエノーさんの対戦になります。そうだな。ったく話になんねん。よし、まだ1勝2-0。さすが健太君や。廃墟場2000名グキンナーガ対ヘルハウンドマキシマム。はいはいはい、じゃあ決してヘルハウンドマキシマム、ヘルハウンドマキシマム。知らんわな、みんな知らんわな、ヘルハウンド。NO マンセント NO。さて、乱入して、一撃で倒すなりしてく。闇に誘いましょう。はい、そうですね、ケダコメイン VS マモザト。伸びる。ゲーハイド。伸びる。伸びる。カウンター。そんなわけないよ。シャークロッピーノーマル、バイバイ。シャーク回る、あと強いよ。伸びる、空中直下がね、てか空中ガードが浮くんでね、このゲーム空中直下がすっごい大事。ジャンプどうやって対空していくか。山田伸びる、カウンター、伸びる、非常にそれっぽい体勢になってる。インバインド
伸びる手だもかわす JK を断ち切れで落とせ。バカな、ジャンプ系の判定が弱すぎる。大事なのは毛だこ。大事なのは伸びる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 続いて守るパスは届かないが伸びる。11さて KK ハイで落とす大胆アウト。サーブ、あーカウンター、危ね危ね。はい、です。伸びる、続く。このゲームはダブルパンクでブレイクだろうという技、死ぬほど強いね。伸びる、ただ目が伸びると上まで逃げれるハイジャンプ、カウンター。伸びる、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 もう立ち回る。ティナコも立ち回るけどチャンスが来ない、チャンスが来ない、やっぱり来ない。おっとメガリセット、来た来た、山田来た、来るしかない。ラストカード、伸びるまで伸びてった。というわけで勝ったのはナデコたち中 2-0。それでは1位に決定戦になります。影響隊マイハイスラが中断だったとは。さて影響隊は1位に決定戦です。なでこたんチュッチュバス、ごめんなさい、逆戦うのマイハイスラが中断だったとはからのドラドラドーナーバーサスなでこたんチュッチュ先方ゲンクバーサスエルオ、お疲れ。 GMS が当たると死ぬゲーム。第1ラウンドゲンク、まあまあしょうがない、まあしょうがない、そこまでやるまで、やそこまでいかんでも死んでない。チップはガードバランスゼロからしてる。足だ、お耐えた耐えた耐えた。そう、電空動揺したか、アッパー今度開けないと話にならない。あ電脳早かったけど間に合わず、早かったけど間に合わず。はいよ、じゃあブラ一撃で倒してから対戦入り直して。確かザトウはあの投げから死ぬやんな、確か確かコイン J ハイ入るキャラ。大将で MSI、 あおっと入らんキャラか。 MSI バーダスマボー、まず投げからワンコイン、リーチリーチです。を潰す、逃げるマボ冬からワンちゃん、ワンちゃんが奪われる、ゲダウン、おお覚えてる、やるやる、しかし殺しきれないってことは3杯から、おっと確認ミス。マボ渾身のバックで通して回る、レッドアブル通った、投げ通る、ジャパイスラー配信随出たのよだけど反撃です。スキャンで出たのガールが間に合うというね。ロッケこれ落ちない、投げる回し、おっと落ちないが、ロッピー大事なんだ。 MSY 普通の格ゲーっぽい、
対に直そう。海の全体が短すぎる。全体的に見て持続6分ぐらいあるしな。ダブルファンク強いよこのゲーム。ダブルからダブルバックステコインワンワンツーからおっとゲラになってしまう。コインワールバックホンダチゲラン同時全部ゲランなんでねちょうどいいです。さて11いいですね。麻婆ザートワン大胆なのガンダッシュダブル失敗。 US で巻き込みながらコインイエスカウント落ちた。シャーク伸びるダストガード投げる聖杯バクテさあ来ちゃった。アボルバス酔っている3杯おっと安い 6K が出なかったぞ。いけだB 兄弟刀激中21これが立ち回りや 6P しかし立ち回り勝ったのは MSY マイハイスラが中断だったとは 2-0 1位通過マイハイスラが中断だったとは2位通過なでこだチュッチュとなります。邪魔をしないちょっとだけよ。退屈な戦い。なかなかよかった。邪魔をしないで。もう終わった。
に行ってみよう。ワンピガーの、FC インビリッツハウスター。口で言っても無駄か。プレゼントでゴー。現在 A 兄弟の方では、C ブロックですね。C ブロックの、2戦目アッセンチーム同士の8戦2がワーピーガーで、ドンコさんのファーストとツルカーさんのビギア戦に対して、アッセンチはトシカさんのカイト、コマさんのジョニーがセピガードになっております。それに対してですね、B 兄弟の方は現在、B ブロックの試合を行っております。この試合の結果によって1位通過2位通過が決まるといったところで、なんか一撃がまあよく見られる光景ですけど、ゼクスの一撃はまあ簡単に切れるので、というかゼクス自体がね、見たのがものすごい安いゲームなんでね、結構一撃とか見れるかと思いますが、まあ現在 B 兄弟の決定戦ですね。21か20かっていう形で、ケイタさんとカキューさんのチームの勝てば、ケイタさんカキューさんのチームの紫のあれが1位通過確定となりまして、ヘルハウンドマキシマムチームが勝ちますと、あ、それでもそうですね、 E0 で勝ってるのがでかいですね。といったところで勝ったのは 2P ガーのケイタさんのダムということで、紫色のアルチームの1勝利、 B 兄弟は紫色のアルチームが1位通過、それに対して下品な赤チームが2位通過となります。では B 兄弟の方は、現在設定等を戻してのジャイダイとして解放しますので、少々お待ちください。最後のブロックですね、 A 兄弟 B A ブロック B ブロックともに1位に決定しておりますので、 C 兄弟の C ブロックの方は現在2試合目となっております。どうした？ 1-1 でまだ分からないといったところで、おっとカウンターヒットめぐって爆弾の追撃か、クジュスさんで手で離して様子見して、お互いさあレジェが刺さってスタンが強い。あ、ここで物を投げ合って遠距離からの様子見が続いて、ここか近づきたいけどスタンが近づかせない。チビファーストが頑張って歩いていくけど取りすがっていく。まあね、キャラ相性的に、あーっとこれが刺さって中断。まず先鋒戦は 2P 側の辻川 VS コマとか対象戦 8002VS8001 辻川 VS コマ M スケカラーやな、赤いビリア M スケカラー、おい当たる BS レベル2、おなんかうさんくさいが来い、スパイキッシュエグレス、はいはい、タクはエラン、そんなんでいいよ、 BS ガードさあどうせ BS からフォルキャンができてる、そんな気がする。基本的にもフォルキャンがなくても大丈夫ビリア、出た、カズブシブレード 6K 結構ね、あれね、つなぎむずいんだよね、今考えると 6K デッドアングル、こっからコンボいけるがジョニーは重いんで難しい、逃げ、これいいね、デッドアングル当たってるんでダウン打ちできません。
イエス、相打ち、辻が逃げる、起きてめいやー、上げ玉で弱い、立ち系から入るの知ってますね、この男、辻が大事なの、辻が、ミリア第2ラウンド立ち系、立ち系大空からプレス落としてバルメン、2K 広い262やな、ここは 2K6P2 入る 6K 繋がってない、あと立ち配入れんでも足場に繋がるんだよね、ゼクスミリアは 6P 無敵ダイクの発生が早い、だからバルメン強気に、おっと落ちた、まさかのシャーガー入るな、やったよデッドアングル、おっと拾えない、バットメン出ない、カツプシプレイド、でも最後は立ち入れんだと決定戦、さて1-1、殺しはしない、口で言っても無駄か、プレゼントでだ、プレゼントでだ、サッカー挑戦、辻川バーザー、としかぜプレゼントスカッシュ連発している、当たるよじゃねえよ、はっ足払いダウンエッジ一発走ってると思いきやダストでごまかせない、プレゼントスカッシュ知らんがな、ダウンしとって、おっと当たっていた、プレゼントスカッシュ、まあもちろん SI レイとマジレスよったー、ちなみにゼックスはダウンオイチした方が早くなります、いや遅くなります、ゼックスのダウンオイチはちゃんと浮くので一発目ダウンオイチした方が遅くなります、遠距離です、フォルキャンでプレッシャーをかける、最後はフォルキャン出なかった、せやらせやな、第1ラウンドミリアレージ辻川、第2ラウンド6ピン差し返す、これ走ってみる、でも回はフォルキャンが弱い、本当に弱い、金 S 金 S 金 S ができないと無理、フォルキャンは投げる、まあ拾えるんですが回はちょっと難しいプレイ、起きるね、前転裏、おっと車体が出ない、上からバッドブルーが出ない、本日3回目のカツムシブレード、でーかそうでーけど、プレゼントスカッシュ、デッドアングルカウンター、これでかい、おっと JS が最速になってない、むずいよ、ダウン取ってペーパースラスト、リバースが出たが飛んでっただけ、勝ったのはアセイチ、1位に決定戦 FCD4U と8001、73の組み合わせ数多くあるけどそのうちの1つです、一見73が使えなさそうやけど73です、プレゼントスラッシュとダストだけではファウストは崩せない、おっととか言ってるそこからアルフプレゼントスラッシュヒット、予選最後の試合 FCD4UVS 8001先方アーレットバーサス都市風、さあやっと引いた、出てよから中断ダウン1爆弾からエースのみ手配投げる、いやなんでアレスさんアレスさん回の投げは取りませんよ、さて体力5分、ちょっとね赤いところもっぺんみたいなちゃんとして、はい、ファウストバーサス回、おっと上からだから立ち系体育逃げからペーパースラスト、まあしょうがないよね、当たりません、第1ラウンドあれ確かに投げが通るんやったらファウスト戦まだそんなにきつくない、やばい走れ、あ、あるある
ゲースダウン取って、おっとかっこいいチャージアタック、6回がさね、クレムズがガード、相打ちノックしていく、下前クレセントクレセントシュラッシュでノックしていく、 RF の扉をここここ赤いかな、ラムダがめんどくさい、おいしいおいしくない、リッパー右でも食う、投げた投げたのソフト RF ペーパーソフトリバーサル爆弾の友情コンボ、これはいい、アイテムコラの数が少ないんでね、爆弾よくいくんですよこのゲーム、体力リーダー年数、まあまあメディを引くまで待てりゃいいんでね、下がるスナエチスナエチ効いたよめった切り77爆弾最後遠距離です、まず前方はコマ、オケナで、ごめん、アレフ。これがギルティアゼクスです。こいつを出したら問題ない、多分ゼクスというゲームを出すには。見ていきましょう、大将戦、ザイバーサスコマ。イリアバーサスジョニー。いいですから。おっと、ボルトが出ないが、下段。そして 2K6 ピー拾い。スルベおっと立ち合いまでゴルギャン、ここは2Sまでクリアしない、おっと来いワンチャン投げれない、 2K のが早い、おっと巻き込めない、ミス立ち合いゲダンダウン取ってスカゲダンと第1ラウンドはザイ、第2ラウンド、第2ラウンドロッケ、どっちかで安い、さてワンチャンあるぞ、ロッケ連打ですよね、ロッケロックしていくダダン全点投げ、 SPS ハイから 6P 拾い、おっと落ちて2K 刻みながらバー FC に出ないが着地を投げる、あんでおっと受け身取れたものの、ここはロマキャン使って拾う、落ちた、おいしい小足投げ、さてリーチ微妙だな、ロッケー何も起きず2-0というわけで、1位通過が FC リーグ 4U、 2位通過が8-2となります。早くいきましょう、1戦目なで闇にいざなましょう、命を懸けて戻ってこい、頼むぞ、今日は敗者復活リーグ1戦目、激ヒット赤 VS ナルコたち中、先方 MGA VS ピアスの魔法、補助武器ザト、これね、あの当時は 8-2 って言われてた、はい、組み合わせです、来たこれ、補助武器パスタの発生は1フレ、足払いでダウン取ったらゲームが終わる、さてカーボン上位で立ち回る、伸びるカウンター、当時はジョージエリアンでなかったんでね、伸びる伸びるです、伸びる分身潰して逃げる、ちなみにエディのブレイクザローも冬も捕まえられません、ここは補助向きレドピースでなんとか抜けて、スラハベスラハベ打撃
最後の勝ちパターンのスラハメがここで終了してしまう。いい距離で下がれ下がれ、ブレイクザロー、はいお疲れ。こういうゲーム、こういうゲームです。ポチオバーサスザト第1ラウンド、ザトピアスの魔法。さて遠距離スヒットから第2ラウンド、細い細い勝ちへの道を開いていきたい MGA。 トリル危ない危ない、メガフィスト、で回るメガフィスト。さて体力リーダーポチオゲダウンを取りたい、ダウン取ったらほんまに終わりだね、これ伸びる連発。マーボー立ち回っている、これはできなかった。エストリージャンプエースだけでほんまに終わんねんけどな、この対決。アボルも触ってしまう、離れさえきつい。ドリル回ってきて、ドリル何か起こるかしら、かわす、ジョージ潰す、ハイジャンプで逃げる、ハンパーフォール行くしかない、ロッケーガイガンター。最後ジャンプ、ロッケーガイガンターね、ロッケーガイガンター繋がんねえか、これ豆だ。大将戦デプレバーサスエロージョニーバーサスチップ、相打ちから来たアッパーチップ、これしかないチップ、アッパーボールキャンができない、危ない危ない、ハイジャンプ逃げて逃げる、エロー立ち回る、アッパーカウンター、これあるか、危ない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 、逃げる、上がる、アッパーアッパーホルキャン走る、わーメータブレード出してボンバー、はいお疲れ。おっとしゃがみに当てられてた、そうです、チップはしゃがみにレベル2中弾が当たりません。第1ラウンドエロー、第2ラウンド走る、どこで小揃いしてたこいつ、アッパー、これは来たんちゃうか、アッパーアッパーでピオリガンダブレード固め、テイラーしてみたけど繋がらなくて、メンダブレード、メンダブレード、こい、こっからまだ全然あるのがギルティギア、こっからあるのがゼクセ、こっからあるのがジョニー、あぶれあぶれ、あるかあるんか、だがアッパー 2-0 なんてことは、ちゅちゅ 2-0 いきましょう、抜け戦圧戦2対なでこたんちゅっちゅです。はい見ていきましょう、ハイフツリーグ2戦目圧戦2、どんこ辻川 VS なでこたんちゅっちゅ、先方どんこ対エロ、これは人相性がだいぶ出る試合だが、どんこいけんのか、まずはアッパー、アッパーぶんます、アッパーぶんます、エロアッパーアッパーアッパー、ホルキャンホルキャンできるこいつ、アッパーカウンター、死ぬしかない。第1ラウンドチップエロうん、結構それっぽくチップを使いこなしているエノ、いいぞアッパーアッパーアッパー、これじゃできない、でもガードバランス使ってないんでこれやばいよ、危ない危ない、アッパー追いかけてアッパーアッパーだけでいけんじゃねこれ、よりちゃうほらピョンかねからのアッパーデータブレード調子乗ってデータブレード出しました、お前ベータで殺すわみたいな、ガンバガンバ、いやー人相性やったか、
芸能が勝利。組み合わせエリーの攻撃、ミディアガード、エリーのゲージがザトのゲージがたまる。ティアモザダック大将戦、辻川 VS ピアソンマーボー、ミディア VS ザトワン。伸びるは上から上からかわす、投げて回る、浮かんで上段ガード、塩沢ドリル、マジかっこいい塩沢さん、ほんまありがとう。さてミリアードタイム、投げ暴れ、回れ、ラックステ。このゲームリバーサル猶予1筆しかありません。ドリル空中くらい回るからマックオンだからのドリルスペシャル。第1ラウンドはピアスの魔法、第2ラウンド前ハイスラー、フリーフリーから四隅、四隅スレー、足まで通った、受け止め、バトルガード反撃なんてあるわけない、 JP 通す、受け止め、中段ガード見えてんのか、その際からジャンプ機発生は早いです。この頃から5フレ、足払いダウン取って打ち取り、中段刻みながらダブルファウンデ、伸びるダブルドーン、勝ったのはマボー、なでこ団中中決勝進出。痛くしない、おやすみなさい。結構頑張ってんけどな。いきましょう、決勝トーナメント準決勝第1戦は大将戦です。 FCD4U VS 紫色なで大将 RF VS ケータ
ザイー VS 火球は我ながら惜しくも、まあ、普通に破まあまあ結果的にはまあいつも通りなんですけど、ミリアに破れた火球がいました。紫色のザコがいたよ、ほんま使わないなった。さて大将戦ファウスト VS ジャム、一般的にはまあジャム有利と言われるカードではあるんですが、それを覆したのがこの RF という男の立ち回り。ファウストタッチピーで落としたが早い早い、レバカじゃない、これがデックスでな、お前ら自分のレバカじゃ早いってデックスでのレバカじゃ見てからにしろ。さて RF が赤目足でマウント、モチーフフォルキャン細かい AS カウンターだが繋がりません。最後はジャンパイスラー、やはりこの RF という男の立ち回りが強い。このファウストというキャラを最強キャラの一角に押し上げた RF 第2ラウンド開幕、天を仰いだケイタ、ガラスのシャワー触った、ラストここは普通に落として投げ、リバ投げ、こすりがうまい、下段中段が出ない、ガードしてドリカンガード。さて体力は5分、あーハンマーが当たる、受け身取れるよ、車内は総裁突撃、これで揺さぶっていくが出配出配バックステーデザーブガードした、入れ替えたが車内カウンター、おっと差し込むブーンが回す、悲しみ、勝ったのは FCD4U。 いや下馬評通り RF 対 FCD4U 決勝進出、さすがに強い生きるのがどこまで立ち向かえるか、しかしゼクスは違うゲームということを教えていけるのか、いきましょう準決勝第2試合、マイハイズラが中断だったとはカノのドラマのドーナー VS ナドクナチュチュ、前方ゲンクー VS エルオお疲れエドエドこういうゲーム第1ラウンド元気、まあチップやからしょうがないね、何食らっても死ぬかな、地上は DS ハイリーチ、逃げるエロ逃げる、アッパーとか言ってる場合じゃなかった、生き延びることを考えろ。 S 話し合い、 S 話し合いでアッパー、いや話し合いが邪魔をする、 S 話し合いでこれが邪魔なんだよ、アッパー当てる、ねえねえごめん危ない危ない、投げれない、逃げてアッパー、ゲージは当てません、ガンマブレイドオルキャン、ここはバックスでアッパーまで、あ、うわ怖い怖い、ああご覧になりたくだよ、ちょっと壊し当たっただけやん、いやでも死ななきゃ安いよ、メタブレイクワンチャン、ガンマガンマデータ投げている、さすがギルティギアの頂点を極めた男、エンドを取り返す一時、これはいいぞ、第3ラウンド立ち合いアッパーが勝つ、これでリーチ、あリーチが帰る、ああごまかした、小足が刺さってしまう、アッパーカウンターはね、行きましょう大将戦、カーテンコールは受け付けないぜ、 MSYVS ピアスのマーボージョニー VS ザトワン、ブレイクは好きないやろ、立ち合いカウンター、これは取れない、でも足払いから上段ガード J ハイ真髄とりあえず重ねるが、バックステ重なってなかったか、リバーサーバックステがどれだけ難しいかこのゲーム、1フレです、ドリルガード、ここはコインと交換、レベル2リーチがかかる、あはい真髄とリバーサー読み読み、リバーサーダムのとりあえずおっとレベルの潰して伸びるケース伸びる、ここは暗い逃げと
体力が魔法、これわからない。投げている、残って6人、俺の第だけ。おっと助けのみ、暴れます。削りきれないコイン見るです。第1ラウンドピアスの魔法、こいつできる。さて第2ラウンド、バイバック下がる、支配立ち合いから見つかしない。 JK ガードコインと交換、分身が潰れる、画面足冬で逃れて立ち合い、J ハイからだな、上巻き込みに行くは J ハイが強すぎる、ミスのみ、立ち合いどうする J ハイコイン、はい真髄3ハイ、はいコイン真髄いけから、それが俺のいちいち乗りが悪かったな。さて MA 祭大会の緊張からかコンボスーパーだけ押してる第3ラウンド立ち合いコインかわせ、でも出ないが出ない、ジェイおいはい潰れてでかいシャーク、これはビヨンテイルブラックインマインド、マーボー MA 祭を撃破よー、お前シャークド、シャークドリルが多いだな。お手並み拝見。決勝戦、準決勝2試合目は決定戦まで、天空 VS ピアスの魔法話し合いで保証がある、立ち合いハイジャンプ逃れて逃げる逃げる、あノーマルヒット、何もない、JP から初めて行きたい、話し合いで、あ安い安すぎる安い、さあこれ緊張感、アモルバス、まあ圧線遅いんでね、あ起きてくれ、上に逃れる JK が先端空中出して逃れる、ゲンク話し合いで置いてった、ジェリーズ届かない、ダブルファング、これは回る回る、ダメのマーク、これが決まる、超ドリルまで第1ラウンド、マーボー第2ラウンド6回離し上げ、あっと走らない、 TG 走らない、これはどうしたことだ、デース逃げる、食らってシャーク伸びる、当たらない、さてピオリーチダブルワーク、これは登る、もう一回回る、削って終了、勝ったのはピアスの魔法、なでこたん準々決勝進出、やりよった、アバのトナドナドナバーサス紫色のあれ、先方 MSY 対応なんやけどレイプやこんな、なんで
初めてのパーフェクトだ。その辺にしときな。ジョン・ウィン。モーグラスコピーのためにパーフェクトだ。リバサバックスでは難しいね。はい、無理でした。まあまあリバサ昇竜には自信あんねんけど。前です。対象戦元空 VS ケダ DG VS ジャム。一発入ればソカウンなんだが、まずは木の実前っていくロッピーから、あうーお疲れ。あミスった。でもリーチ、これにゃダッシュが出ない。さて立ち回りになるキース、ここは入れ替えて激に逃れていく。ここゲージがない。ポルトがポルトがかなりゲージ食うんだよね、このゲーム。ドキで抜けて入った。あっ、まあ、死ぬしかありません。間に合わず第1ラウンドゲーク JSRC 空中出しですとかね、中中の連携ですね。第2ラウンド6P、 そうこれは逃した。しかしお疲れ、前ハイが燃える。投げミスですね。 PS 走れないが、ここはシャガ K から入る。逃げ暴れるがと敵に潰れただけ。どうして始まり話し合いです。投げが通る。刻まながら起きてる。下段上下が DS、 まだ残るよ。 6PS から出た。ガードバランス足りない。失敗も6敗ボワズ。ここは中段最後足払い漏れにやられてしまう。というわけで勝ったのはマイナリスが中段だったのはカラとドラノラドーナ。3位がいきましょう、10周年記念大会ギルティガーデックスランキングバトル10周年記念大会ラストプログラム番外編ギルティガーデックス2決勝 FCD4U VS なぜこだチュッチュ先方ザイ VS エロを差し返して裏ガード FCD バックステップ押しから下段が通る。ここは妥協してガード J ハイ逃れるが投げたのはミリアピオルちゃん大丈夫タクは裏から中段下段ガード、あーっと漏れた。ワンコンボ返すリーチリーチ、もう一発カウンターあれば入った。やっぱり間に合うか、間に合わない。第1ラウンドへのこれがプレイヤー性能か。第2ラウンド、第2ラウンドはガンマブレード、怖い怖いガンマブレード S ハイアッパーからバックスインダイバー、おっとカウンター、これはミオル、ゴーダメージ間に合う。しかしチップコンボ間に合わない。残ってチップのコンボ間に合うんですが、投げてレックス始まるか。ここから来て起きてめバルブ、お疲れ。こういうゲーム、こういうゲームです。サーディー GG、 これがミディアレイジ第3ラウンド開幕。アッパー当たらず起きてめ1回目下段、おっとこれがミス。アッパー使ってここも俺がミス、根性ダッシュ根性ダッシュ、あーあー潜在1号じゃん、そのままセールを耐えるザイン耐えるザイン、ロッケーガード逃げて逃げて、アッパーアッパーもうやりたいことやろ。
どうするこれ。ジャストさすがに通るか。どうする。緊張が頼む。逃げ、行くしかない、行くしかないが、ザイガード、ガードを固める、ガードを固める。俺はこのままタイムアップでもいいんだが、ダウンを取った。目玉を出したけど、詐欺トゲ。もう一回ギラベロ、ギラベロ、だが起きてね、まだあるまだある。ロッケー、ザイが鍛えた先方ミリオレジン。対するピアスの魔王、対照戦アルフ VS ピアスの魔王、ファウスト VS ダート、なので読み合いを仕掛けていく。まずは物を投げて、このドリルのドリキャンが強い。ファウスト体育ずらしから上からだが逃れる。ドリルドリル体育ずらし、これはエリも一緒。佐藤が走る、おっとコンボミス。ここでコンボミスが痛い。あそこが超簡単な中継な同時がある。デクセジェイスどうしている。もう一回当たっている、今さら出ない。S S ドリル、はい、おっと空中ガードが間に合った。とりあえずアボルパス、ゲージがないんで空が不動。いいっす、ドリルバラ。第1ラウンド魔王ギルティギアゼクスのリバーサル猶予は1フレーム、ビタが要求されても非常に起き手目が強い。 JK カウンター K、 はい、どうする。冬からシャーク伸びる、巻き込めない、伸びるカウンター K、 ドリルで時間を使う。 JK 通って、おっと重なってない。ドリルアバーで RF フィッシュの強度、 J ハイからラインを上げる、 J ハイガード2K からドリルシャークガード、アイアンで逃れた、逃げる、ブレイクダロー強すぎる、ふざけんな、固める RF。 他のシリーズに比べて固めが強い。このダメージ、このダメージであるね、こうなるんですよ。ゼクスワーン、おっと入らない、だがフォローになった。11ガードバランスというものの怖さです。ようこんなゲームやってるもん、ほんま。第3ラウンド開幕ダッシュ、シャナバーで止めて、イエス、おっと立ち見が出ない。 JK は 6P で落とす、ハンナこれ痛いよ。JK 相打ち、これはピヨっている、爆弾まで。ということで 2-0 優勝は FC リボリューとなります。拍手。いやー、下馬評通りでした。